これ今だからこそ言えるよ。その時の融資担当者の稟議書がすごかった、マジで。不本意ながらこの稟議を申請しますって書いてあるんだよ。熱血コンサル基礎産業。融資の判断は属性が 40% という動画が好評でしたが、事業としては融資が出てもおかしくないかなというような思う案件でも、属性が悪くて融資が否認されたというケースと、逆に事業としてはこれ大丈夫かなというような思う案件でも、属性が良かったから出たというケースはありますか？これあるね。いっぱいあるよ。だって事業に貸すわけじゃないもん、人に貸すんだもん。銀行はこの人っていう、この会社っていうところに対して貸すってことで、まあ前もちょっと動画で話をしたことがあるけど、融資っていうのはこう循環してるんだよね。この循環してる中に自分が入り込めていけるかどうかっていうことが大事で、だからこそ財界の本流を取れってよく言うんだよね。地域の財界の本流を取れっていう言葉がよくあるんだよね。だからその商工会とかそういったところの回答とかに、まあ、ついていけるような会社になっておくと、大体後々資金調達っていうのはあんまり困らなくなるっていうケースは多いのかなというふうに思いますね。これね、属性がくっそ悪かったんだけど、保証人がしっかりしてるから、まあその属性がしっかりしてるので、これはやらないといけないっていうケースから話していこうか。 H 銀行が出したケースねっていうのをちょっと話していこうか。これね、東進ハイスクールの三原校っていうのがあるんだな。ここボロボロなんだよ、ぶっちゃけ。もう潰れてなくなっとるかもしれんな。もうほんとボロボロで。よくあんなところに東進も FC 渡したなとか、なんか東大生が出たとかそういうのがあったらしいね、なんかね。まあ亀田さんって方なんだけどね。で、この方が、要は資金繰り詰まってんだよ。資金出してくれみたいな話がちょっとまああったんだけど、H 銀行は当然その出すわけないじゃんか、そんなの。っていうことがあった時に、竹内建設っていう会社があるんだ、三原に。これね、みんな原神って言って検索してみて、原神って日本で一番すげえ会社だと俺は思ってる、ここの社長。この竹内さんっていう社長がね、まあ飲み友達なんだろうね、ここの亀田さんとね。で、それで俺が預金担保でお金入れるから、こいつにお金出しちゃってくれ、みたいな話があったわけよ。で、大揉め。早い話。揉めさん七返したんだよな。だってさ、その属性悪いじゃん、大元の属性っていうのは。その最終保全って言うんだけど、預金担保ってね、最終保全 100% 効いてるわけじゃないですか、この案件って。この保全が効いてる案件だからって言って、帰ってくるか来ないかっていうところを判断するのが、早い話、銀行員の一番大事なところなんじゃないんですか、みたいな。まあ、法人障害が当時4人いたのかな。で、融資係も5人ぐらいいて、うちの課長とかも多分これはって、うちの課長その時最後にお仕えした課長なんだけど、割とバランスが取れた方でいらっしゃってね。まあ、小林さんって言うんだけどね。小林さんが、これ支店長どうですかねっていうふうに、まあ、奇妙に言うんだよ。ちょっと僕どうかと思いますよ、みたいな。なぜかというと、小林さんは今どっかの支店長やってると思うんだけど、すごくバランスが取れてると思ったのは、よく投資信託とか売ってた人なんだよね。だから、ね、法人融資ってあんま分からない状態で来ちゃったんだよ。俺の意見っていうのはすごく尊重してくれてて、まあ法人障害の他の意見とかも尊重して、お前らどう思うみたいな話。いや、こんなもんいけるわけないじゃないですか、みたいな話で。だって最初に俺と話しないんだよね。まあその後の大塚ってやつが担当してた案件なんだけど、もう俺の時も俺が出さないから、支店長とか上司とかに直接電話してくるっていう、だからそういうの絶対やっちゃダメよ。担当者があれだからっていうんで、すぐ次長とか支店長とか電話して、あいつがつまらんからなんか融資が出ないみたいな。支店長が決めてることだからね、結構後でやられるんだよね。だからそれどうなんですかねみたいな話、や俺はなんかやらない方がいいと思うよ、いうのが大半だったんだよ。だけど、君男がひっくり返したんだよ、この話ね。君男が、やらないといけないって言い出したんだよ。これなんでだと思う？属性だから。融資の属性だけじゃなくて、保証人属性がしっかりしてんの。しっかりしてるというか、竹内建設に全部返されたんだよ、融資を。昔。君男が、なんか、まかり間違ってね、なんか、君男だったのかな、前の支援長だったのかな。多分君男の頃だったと思うんだけどね。竹内建設の、
あの時価ってこんな感じですよっていうのをストレートに出しちゃったから、もうバカじゃろほんま、もうそういうサービスをなんか無料でやりますよって言ってやって、それが竹内さんの思っとる価格よりもだいぶ下がったから、すごい大怒りを買って全部返すみたいな話になったんだよな。だけどそんなの全部返しとるやつを、取引ないやつをほっときゃええじゃん、そんな話。今取引ないから相手しなくてもそんなんいいじゃないですかって、何のデメリットもないですよこんな話っていう話になるじゃんみんなね、っていう風な話になったんだけど、でもこれはこれを機に竹内建設との融資を復活させるチャンスだと、だからこの預金担保をやらないといけないってことでやったんだよ。資金使途なんだと思う、バリかなんかで英語教室をやりたいと、東進やっとるやつがよ、東進の人もようやらせるなと思ったもん、その時。バリ島が一番なんか英語が綺麗なんだって俺もようわからんけど、うちの3代目の英語の方がなんぼか綺麗なよな、なんかな。お前ブリティッシュイングリッシュだったっけ？そうです、ブリティッシュイングリッシュ。ブリティッシュイングリッシュだよな、お前はな。いや、絶対そっちの方が綺麗だと思うんだけど、なんかバリ島が綺麗なんだって、ようわからんけど。で、そこでやるからっていうことで。なんか全然突拍子もない方向を言っとるわけよ。なんかそういうことで、なんかもともとダメなんだけど、そういう裏で政治が働いて、この人だからってことで融資が出るっていうパターンよね。もうこれ今だからこそ言えるよ。その時の融資担当者の稟議書がすごかった、マジで。不本意ながらこの稟議を申請しますって書いてあるんだよ。最終保全が図れてるから、不本意ながら申請します、逆さに印鑑を押してあげてたよな。で、君雄はそれ判をしてから融資実行してたけどね、なんかね。その後どうなったかようわからんけど、多分延滞してたのは覚えてんだけどね。そんな君雄も今やね、なんか、あれだろ、三代目、なんか北川鉄工所のなんか社長やってんだよね、なんかね。なんかすごいんだよ。もう銀行離れたら何でもありだよね。だからもう自分の金じゃないんだよ。自分の金じゃないから丁寧にもうそこで取引が復活するっていう話だけで、そういう要は後々の担当者が苦労することも平気でやったりするっていうのもあったりするんだよね。だから属性でやるっていうパターン。逆に言うと、属性がしっかりしてないというか、属性がちゃんとやってなかったから、いい仕事を俺はやってると思ってトライしたんだけど、融資が出なかったっていう話でしょうか、今度。ね、これね、H 銀行尾道支店の時の話なんだよ。前ちょっと話してたことがあるけど、アリックスって会社があるんだよね。で、アリックスが実を言うと、その、葬儀屋をやるっていう話だったんだよ。でも、アリックスが自分らが葬儀屋をやるっていうわけじゃなくって、エア建設っていう会社だったと思うんだよ。で、そこが、アイシンっていう、まあ別会社を作って、そこで融資をするっていう話になったんだよな。で、これみんな覚えとったよね。あることが発生して、この話は融資が出ませんでした。要は、やっとることっていうのは絶対返ってくる案件だと思ったんだよ。担保もハマっとるし、アリックスが保証するから、優秀な会社が保証するか、俺はやりたかったんだよ。だけど、やらなかったね。これどうしてかわかる。尾道装填車っていう会社があるんだよ。すぐ近く。もう150メートルぐらい離れたところにあるんだよね。そこは H 銀行メイン先なんだよね。メインというか、融資が当時あったわけじゃないんだけど、H 銀行にものすごく深い、まあ、お取引があったんだよ。実は。そしたらそのすぐ近くじゃんか。150メートルぐらい離れたところに出して、やってることもいいこと言ってたんだよ。尾道市向島町のその葬儀っていうのが年間100件ぐらいあるんだよね。で、そこの価格が高いんだよ。尾道装填車と JA しかないから。高いから、そこをやっぱり適正価格に持っていってみんなに使ってもらいやすくしたいっていう話で社長が言われてて、そのために俺はこういうことをまあ命がけでやりたいと。あ、新規事業としてやりたいと。俺はいい話だなと思って協議書を作って出したんだよね。そしたらその時の松坂って支店長がいるんだけど、なんかね、H 銀行尾道支店時代でなんか最も仕事をしない、歴代仕事をしない支店長って言われてたんだけど、いい人なんだよ。いい人なんだけど、山本これやらにゃいけんのかっていう話になったんだよ。で、俺もちょっとなんかその時に、って思ったんだよね。でもやりたいじゃん、1億5、6千万ぐらいな。ケンちゃんそれってっていう。で、こんだけ数字っておる中で、保証人もしっかりしとってっていう話じゃん。で、事業もやっぱこのマーケットのこんだけを取っていくっていう話であれば、過当競争にならん限りは、このぐらいの金額だったら10年で俺は返せると思いますよっていう話はしたんだよね。で、それとさっきのアリックスって C 銀行がメイン先だから、そこのシェアも奪っていけるわけだよ。だから俺こういうふうにやりたいっていう話はすごく言ったんだよな。
だけどダメだったこの話。まあ結局アリックスは C 銀行メインだから C 銀行が融資してそこをできたんだけどね。だけどこれはあの利益相反行為ってよく言うんだよね。この尾道総店社の利益を奪うことになりかねないっていうことだよ。要は C 銀行がメインのところのお客さんになんでこんな儲かる話を銀行としてやらせないといけないのかっていう話なんだよね。だからこの話はやれなかった、やらなかったというかやれなかったというかっていうことが、これあのよくあるんだ、よくある。コンサル時代にもこれちょっとコンサルはとしての話だったら言えないんだけどね。だけど実際こういう話いうのはよくある。その人の商売邪魔するから創業といえども取り上げれませんみたいな話っていうのは割とよくある。まあこれをね次長とかがねなんかいやこれは大人の判断だなとかって言うんで、なんか自分らはもうおはようぐらいの感覚で死ね取ってこいとかっていうくせにね、なんかね、でもいい案件だったんだけど、要は事業性として成り立つという話だったんだけど、やっぱり出ないっていう話もあるんだよね。だからこういう話っていうのは属性によってこう出る出ないっていうところがまああるというか、見極めていく必要があるんじゃないかなというふうには思いますよね。今の話でもう属性っていうところがやっぱり大きいと、まあ、あとは他の会社との兼ね合いっていうところも大きな要素になってくるっていうところだと思うんですけど、今なかなか融資が出ていない会社さんっていうところが、まあ、属性っていう意味でこう出るようにしていくためにっていうことについてはどういうことをしていくのが近道ということになるんでしょうか。これねもうここに尽きると思う。これ銀行に知ってもらうってことだよ。まさしも実は島並信用金庫最初プロパーで借りたんだよ。だって保証協会じゃなくて、なんでかというとまさしを知ってるからなんだよね。やっぱり知ってもらえないとダメ、こんな人っていうのを知ってもらえないとダメっていう、さっきのエア建設の話っていうのを知ってもらえてなかったっていうことがあるよね。お前誰やみたいなところがあるから、だからやっぱり常日頃その自分はこんな人ですよっていうことを取引を通じて知ってもらうって、だから少額でもお金を借りとかんといけんっていうことなんだろうと思います。なんかよくね金利がもったいないからってことで1円も借りないっていう会社ほどよく潰れるって言うじゃない。だからそういうふうなことで常日頃知ってもらうってことが大事なんですよね。だから知ってもらい方っていうのをどういうふうに知ってもらうかってことなんだよね。これはもうグループコンサルでやるしかないんだ。なんでかというと個別に指導してると高いからね。けどひょっとしたらこれ本で書くかもしれん。俺がグループコンサル生はフリートーキングセミナーというのに参加できるんだよね。これ無料のセミナーなんですけど、俺が本を書くところの内容を先取りで見れるっていう、まあ実はメリットがあったり、オフ会があったりとかね、結構いろんなメリットがあったりします。そういうことでまあグループコンサルというのを常日頃募集してるんですけども、毎月1万2000円かかります。だいたい一人頭10分から15分ぐらい僕と話をしてるんですけども、今だいたい110社ぐらい参加していただいてるのかな。まあ200社ぐらいまで頑張ってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そうやってもうちは資金繰りのチャンネルなんだね。今資金がいるとかね、資金繰りが苦しいっていう人のために個別面談コースというのを用意しております。こちら30分4万8000円いただいてるんですけど、財務資料からなんか一通り全部見て面談をします。これの何がいいかというと、うちは資金持ってんだね。だからそのうちがその資金を売って資金繰りの問題根底から解決できるかどうかっていうところをやりながら解決していってるっていうコースがあるので、即効性がある。だから今しんどい人はこっちから行くっていうのがおすすめだと思います。今35社ぐらい参加いただいてるんですけど、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。最後にまあそうは言っても最初無料がいいんだね。無料相談するのがいいと思いますので、無料相談の方はこの上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしております。